では辺野古の海を埋めないで高江の森を切らないで、そして最後に、私の横須賀です。これは、今年の3月です、NHK の BS のプレミアムで新日本の時という番組の横須賀と呼ばれて使われた曲です。その時のプロデューサーの関さんがいらっしゃってビデオを今回してらっしゃいます。プロデューサー、ディレクターです。すいません。地面は街
Thank you.
ここにあり、それこそライブをいただきに頂戴しに来た。
それではということで、ここでメンバー紹介をします。ドラム担当藤沢優也、ジャンベカオンナムカトスナオ、タンバリン与田松坂、スルト小畑秀人、マリンバ藤崎幸喜、そして怪人二重面相で、私は川上翔馬です。どうぞよろしくお願いします。そして同じ、そしてサポーターの皆様です。どうぞよろしくお願いします。ギター中村光太、あれ失礼、あ、ごめんなさい、以上がそれまでバンドのメンバー紹介です。それでは3番目の曲、ポジティブシンキングをお送りします。では行ってみよう。新曲、今動き出せよ、最後にお送りします。最後まで楽しんでください。
来ましたね。さあ、アンコールは何でしょう。早くかお、ってことはこの掛け声、皆さんご存知でしょう。そう、時代劇でおなじみ水戸黄門です。それではアンコールは、水戸黄門のオープニングテーマ、あー人生涙ありをお送りいたします。私たちはそろそろ気づかなければいけないのではないでしょうか。本当にそうですよね。だって今のあの民進党の代表の蓮舫さんが提案型の政治をって言っていますけど、その言い方だと今まで民進党の時代提案型の政治してこなかったのっていうことになっちゃいますし、その前の代表である岡田さん、党が提案したものが通ったときに安倍さんに嘘ったでしょって言ってたんですよ。さらにあの大阪維新の会の方は、うちが元祖提案型ですなど発言があって、本当にこれ全員の方たちに日本の政治を任せていてはいけないなと改めて感じます。お姉ちゃん、まあ、そのまだ入って間もないですけど、はい、少しいろんな活動を始めていってる中で何か気になることってありますか？なんか例えば原発についてってどうですかね。今で2025年までに、うん、あの原発を全部なくすっていう決まったじゃないですか。日本もそうしてほしいです。そうですよね。同じアジアね、その原発事故を起こした国なんだから、それこそ蘇生して原発をなくしていくべきはずなので、ぜひそうなっていってほしいです。そうですよね。収束もしていないのに再稼働するのはやっぱりおかしいですよね。実はですね、あの私たち制服工場委員会は11月5日6日に沖縄県の、宜野市海浜
公園野外劇場にて行われる羽衣のグライカメラ祭り2016に出演させていただきます。沖縄に行くということで基地の問題をとても考えるんですけれども、今日もねパネルとか見せていただいたんですけれども、本当に戦争の恐ろしさ、そして沖縄の方たちが抱えている基地の負担というのはとても大きいものだと思います。本当に離れたところからこの沖縄の基地問題について語ることはできると思うんですけれども、やっぱり沖縄に行って、目の前でその状況を見てくるというのはまた違ったものの見方ができるんじゃないかなと、自分でもとても勉強になる機会だなと思っています。この宜野湾には宜野湾市にある普天間基地もあるということで、メンバーと一緒に行ってしっかりと学んでいきたいと思います。この催しは主催がプラショックスタンドチャンプルズということで、本当に世界各国からアーティストが参加されるということで、私たち制服工場委員会もできる限り自分たちのメッセージをしっかり届けて、きたいと思います。ということで、そうですね、そろそろまた次の曲に行きたいと思います。はい、続いてお送りするのは今年発売したアルバムの中から一曲お送りしたいと思います。聴いてください、革命なんて知らない。確かに銀行に行かなくてもショップに行かなくても何でも買えるネット社会の普及は私たちに新たなライフスタイルを提供しているのだから、多少の犯罪には目をつぶらなければいけないのかもしれない。確かに政治家が問題を起こしても一流とか老舗とか言われた企業が偽造、欠陥、ミス、嘘、ごまかしなどなどをして居直ったり謝罪するのは歴史的見地からそれが政治家や企業などだと捉えなければいけないのかもしれない。確かに無局化と言われ勝ち組に入れず出世もお金もなければ、たとえ変人と言われてもゲームやコミックや変わったことや怪しいことに夢中になることしかないのかもしれない。確かに流行だけで捉えているわけで、ブラックやヒップホップ、メタル、ポップに R&B、フォークにハワイアンと言ったって誰一人本気ではないのだから、何を歌ってもチープな恋の歌ばかりなのは多めに見てあげないといけないのかもしれない。確かに確かに新しいものが必要だ、新しい時が楽しくて、新しい時がいいことで、新しいものが大好きで、お金があれば幸せなのか、必要なものとは何か、もう一度頑張ってみる。高級なものを身につければその人も高級になれるのかとの疑問を抱くようでは、私の心は美しくないのかもしれない。確かにスーパーもコンビニもインスタント食品であふれ、テレビもカメラも冷蔵庫も大手や数字ショップが競い合い、メガネもバイクもスーツもジャケットも毎日やってる閉店セール、牛丼、カレー、お好み焼きに寿司、すき焼き、お弁当、何でも安売り安売り安売りよ、神様のおもしめしとありがたく思わなければいけないのかもしれない。確かに370億の自家用機をポンと買う三児の王様のように権力は一部の方が握っているわけなので、円安でも円高でも値上がりし続けるガソリンやその他のことに疑問を抱いてもとやかく言わない方が身のためなのかもしれない。
確かにあらゆることに怒りや不満を覚えても日本国民として幸せにはなれないのだから、新聞を読まずにテレビばかり見てバカになりきることが大事なことなのかもしれない。確かに確かに本当にそれが必要で、本当にそれが大切で、本当にそれがいいことで、本当にそれが大切で、本当にそれが幸せなのか、限りある時間の中でもう一度見つめ、私を救うため、おめでたいアジアの難民は脳を溶かすテレビと漫画と携帯という麻薬の虜となり、全てが嘘と偽りばかりのこの国で信用できるものは何一つなく、今日も貧しい乾いた笑いが渦巻いている。アジア専属家たちに連帯を求めるほど意識は捨てきれず、そのこと自体の意義の有無は別にして、共振的帝国主義者でもなく、人道主義的社会主義者でもなく、されどて地方性資本主義的自由共産主義者でもない、私は裏切り続けるしかない。もちろん私は革命なんて知らない。知らないようにとしました、さて制服工場委員会は今年歴史25年目を迎えるわけなんですけれども、本当にレパートリーが約1400曲近くありまして、すごい多いですよね。本当に各地の集会で呼んでいただくときに、どのような曲を今日皆さんにお送りしようか本当に迷ってしまうんですけれども、今日は珍しい曲を選んできました。制服工場、今から約12年前にリリースしたアルバムのタイトル曲になっています。変わってない、分かってね。
けたとしても僕はまだ俺まかれる犬が帰る家を探してるそこに安らぎを求め映像を流してます。夜間リハクジャック訓練騒音体験コーナー。あ、時間決まってるのか。1時40分。もうすぐ2時の回がありますね。あ、これは、この間見たのと一緒じゃないかな。そうだよね。そう。あやせの次の日に見た気がするんですけど。そう、見ました。はい。
格好がすごい近いっていうのを前だもん。これはオスプレイについてですね。あ、この間運んだ次とあやしのピーフェスで運んだ模型ですね。説明してくれるって言った人が電話しちゃって、今飛んで飛んだりですね。これは 18F ダイヤモンドバックス、飛行体が4つあって、はい、これが飛んでる、まあ、横須賀に空母は来ますけども、横須賀の方はそのまま全然うるさくないですから、空母乗っかってもらって来るということで、まあ、次ではこの空母がいるためにこういうのだけうるさいですよというのがこのコーナーの何をしてるかというと、このは相模湾沖にあの訓練区域があるんですよ。はい、それに、そこで訓練をするたびに暑い日が出たり入ったりする、出たり入ったりするたびにこの周り、暑い日の周りをバーッと降りてきたりするから、その時の爆音が聞こえたんですが、それが、まあ、こんな感じで会話もこういう風に大きな声を出さないと聞こえなかった、電話の飛び越えテレビも聞こえないということで、まあ、40何年前から裁判になって裁判を起こして、はい、今年第4回目の四次訴訟というのが、今年そろそろ終わろうとしているというか、今最高裁で10月31日に弁論が予定されています。もちろん損害賠償は、決まってますけども、ただ米軍機の差し止めについてはこれは国の関与できない問題だから、米軍の国はどうしようもないということを、まあ、裁判所もそういうふうに言うので、これは差し止めは認められます。最高裁では、審議されないということです。はい、これ海上自衛隊ですね。自衛隊と共同で使用してますので、管理が国ですから、はい、国の管理が及ばないということは絶対ないやと思うんですけども、まあ、自衛隊機も、自衛隊機も自由にうるさいです。自衛隊機を持っていくとやはりテレビの機関が、そうなんですね。それからまもなく出てくるかもしれませんけども、オスプレイがやはり、はい、東地で訓練をしたり、あるいはその他何らかの用事があって、東日本に来るときは必ず横田か次で給油しなきゃいけない。それで今年は5回ほど今横田それはやはり音もある程度うるさいし、ジェット機ほどはないですけど、低周波音というのはまたこれ 人があんまり感じないところで、はい、発せられる、はい、そういうのを発せるし、それから機体の重さに比べてプロペラ翼、回転翼が非常に小さいですから、はい、何かあった場合プロペラヘリコプターのようにスーッと浮力を使って降りてくることができないので墜落が大きい、もともと事故、もともと機体自体に欠陥もあって、事故の故障が多いというふうに言われてますけども、そういうことに対して、毎年防衛省等に交渉していろいろ説明を求めてますけども、なかなか戦闘機体は深夜に安全の、では実
体も全て、安全性にまだ懸念があるということなんです。丁寧な説明を求めたいと言ってますけども、はい、丁寧な説明がまだされておりませんが、海上自衛隊の航空集団司令部がいくつかの飛行隊がこういう色の服着るんですね。こういう青い色とか白の服着るんですね。そうですね。自衛隊の C-130 ですね。あ、なんかすごいですね。ちょっと分かりますか？大体最近、在韓米軍とかね、分からない十何年ぶりに来たくらいだった B-1 の紹介で、こういうのも個体が大きいですから、で、割とグループでグループ展開してますので、結構うるさいです。日の丸バッテリー今、赤いの全部ついてるんですか？ここが、ついてる。C-130R 輸送機、アンプフォース航空で危険のある空港に降りる訓練を繰り返すようになりました。C-130 っていうのは、不整地とかってやっぱり見られる機体なんですけど、滑走路があれば、滑走路がないと見られるんですね。あの砂だけだと。中に何人乗ってるんですか？中に、いや、今はそんなに乗ってないと思います。訓練ですからね。何人乗る？他にとか。何人乗るのかな？結構乗れてますね。そう。最高裁で言論が開かれ、爆音のない静かな空を目指して私たちは活動を続けます。ああ、正確ここでしたか。はい、ありがとうございます。はい、涼しくなってきましたね。涼しいちょっと。ブース紹介をお願いします。ブース紹介です。はい、みどりさんはお客さんですか？はい、はい、こんにちは。こんにちは、ネットワークブースです。はい、今日はチキンを、あら、200円で体験してます。あと、飯富さんが作ったいい飯富と、お豆腐とご飯にかけて300円です。おいしそう。はい、麹ブームが来る前から元祖麹屋さん。そうなんですか、素晴らしい。あー、小室さんのこれ見たかったんだった。はい、ください。学校での、はい、神奈川の学校このチラシ出します。待望の学校の学校で
定の方が何とあるんですか。はい、から行くんですね。はい、じゃあ、じゃあ、じゃあ、そうですね。おお、あ、分かりやすいですね。はい、はい、ありがとうございます。これはいい資料です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、こういうのかな。じゃあこピースで。あ、そうだ。あー、市原さん。おお、来たんだ。来たの、来たんですね。来たの、初めて来たの。うん、はい、2、3回、30年のうち2、3回ぐらいかな。よかったよかった。よかったよかった。はい。あそこにほら行かないと。ママ、ま、行った？行った？うん、行った行った。お母さんちゃんと喋る。そうそう。うん。ご案内申し上げます。はい。で、今日は何？あの放送してる。はい、そうです。あれ少し痩せちゃったのこれ。痩せたんですか？顔が小さい。そうですか。ありがとうございます。わかりません。前の方がいいよ。前の方がいいの？そういうの好きなんだ。それ。前の方がかっこいいよ。そうですか。今もかっこいいけど、もちろん。ありがとうございます。食べた？なんか。うん、そう食べたり、焼きとか食べたり。そうなんだ。ということで、はい。はい、お父さん紹介してもらっていいですか？ちょっと待ってくださいね。電子の袋と元の中で考える趣味の会です。今日はまずあの最新のビデオなんですけれど、昨年10月に残念ながら原子力風呂レーガンの人を決まってから、はい、あの1年間あのレーガンの動きを追った、そういう内容でですね、ビデオを500円であの販売してます。でこれはあのホームページを見ていただいて、そこからは注文もできますので、とってもあのコンパクトな内容でいい内容ですので、お求めください。それから、あのこれ、ね、あの新しくあのリーフレットができました。はい、これは原子力空母は本当に安全かという内容で、あのこれだけのリーフレットと非常にコンパクトな内容がたくさん入ってます。今日これをみんなに配ってるんですけれど、はい、特にあの原発と原子力空母はどっちが危険なんだということを非常に分かりやすく説明してますので、これもあの、10枚まではただ10枚以上1枚2枚ということで応援してますので、はい、皆さんぜひあのこれをお求めください。それからもう一つ、このボタン関連してですね、11月12日にこの横須賀市の原子力空母の事故の防災計画を変えるということについて、はい、市民が意見を言うというヒアリングをやります。ぜひこれどなたでも参加できますのでご参加ください。もう一つ、今注目の、友達作戦で自爆をしたアメリカの兵士がアメリカで起こしている裁判について、12月の4日に、これはあの自民党で、エイミー辻元さん、この間週刊金曜日にたくさんの記事書いておられまして、あの5月の小泉さんの訪米を裏からプロデュースしたその影の立役者というか、のエイミー辻元さんが横須賀に来て話をして、これ非常にあの貴重な機会ですね。ここでしか聞けないような話がどんどん聞きたいので、これはもう全国の皆さんに来ていただきたいと思いますので、そうですね、12月4日日曜日、はい、はい、ありがとうございます。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。あ、はい、今会長になるのでね、はい、今回初めてですからね。お茶の丘から子どもたちと未来を守る会です。会長の人妻ひどりさんです。じゃあ、はい、こんにちは。ブース紹介お願いします。横須賀には2つの核があると言われているんですけれども、1つの核の原子力船の方が、一
つも皆さんの目に留まりますが、もう一つ核があって、それは原子力発電所の燃料を作っている会社があるわけです。それが GNF で、このような原発に入れる燃料を作っています。それでこれ横須賀の久里浜の工業団地の中にあるんですけれど、はい、これ二酸化ウランを小さなペレットに焼き固めて原発の中に入れる燃料なんですけど、この二酸化ウランを搬入するとこの圧力で固めてからこう電気釜で焼き固めてこういうペレットを作るわけです、はい、それを削って形を整えてこういう管の中に詰め込んで、これがだいたい4メートルぐらいなんですけど、それを隙間を空けて束ねたものが核燃料なんですね。このような形になります。こういうのを作ってるんですけれども、まだ臨界には達してないので、そんなすごく強い放射線が出るわけじゃありませんけれども、でも放射線が出ないわけじゃなくて、ガンマ線とアルファ線が出ます。はい、よくアルファ線しか出ないからって言って持たせたりする時もあるんですけれど、だからこの人もそういうふうに言われて、こうやって手袋だけでこう触っていますが、実はガンマ線が結構出ていて、1日8時間もしここにいたとしたら、これは全然この放射線を浴びない人に比べたらかなりの被曝をすると思われます。実際そういう労働被害っていうのがあまり表には出ませんが、それでもそういう例えばここで働いてた方が、まあ、だいぶ前ですけれども、30年前ですけれども、急性骨髄性白血病じゃないかと思われる症状で、要するに歯茎から血が出て亡くなったとかいうことが、その親の お母さんからそういう調査で話してくださったっていうことがあったので、またその後いろいろな伝え聞きではありますけれども、がんになられた方とかがいらっしゃるということで、それがここが原因かどうかっていうのは定かではありませんが、かなり数が多いと思います。はい、はい、そしてつい最近も9月の5日、この石川県の志賀原発に燃料がこの196体このような大型トラックに積まれて、トラック17台で運ばれました。だからこれもガンマ線を出し続けてるんですけれど、そういうことは人々に知らされないで行われます、そういうことだけじゃないんですけれども、はい、この核燃料の輸送のこととか、あとは要素材の、ありがとうございます、その時に急いで飲むと甲状腺に溜まる放射性要素が止まるのを防ぐことができる薬とか、こういうのの紹介も行っております。横須賀市で 3カ所の薬局にお願いしています、はい、ですからもしそれ福島原発の事故の時にはこれがあったらよかったなっていうふうに本当に思うんですけどね、はい、福島はこれがパンフレットなんですね、はい、安定要素材のこれは要素材の
どうやって飲むか、どうやって飲むかと場所の薬局の紹介が出ています。はい、はい、ありがとうございます。これは、毎週月曜日に、もう作らないで核燃料っていうデモンストレーションがあるので、それをその時に使ったり、それから栗浜、脱原発栗浜パレードで使ったりした、はい、横断幕ですけれども、要するにニュークリア GNF から出す燃料というのは使われれば必ず死の範囲になるということで、悲しみの出発点、子どもたちたくさんの自然の命のをに取り付けば、それを死に向かわせる死の範囲になる、そのセシウムとか、それから放射性要素、プルトニウムに代表されるようなたくさんの放射能になってしまうっていうことなんですね。ですからニュークリアから出せば、ニュークリアは悲しみの出発点、うん、これからとどまることがない、何十万年って政府は言いましたけれども、私たちそんなに責任を持ち続けることができるのだろうかっていうことが、いつも私の行動の原点です。やりこれはそんなことがしたくないっていう強い思いです。はい、あ、これは核燃料の今までの輸送を、今までウォッチングはしてきたんですが、全部はもちろんフォローしきれないので、横須賀市に、まあ、横須賀市は GNF 核燃料加工工場と安全協定を結んでいるので、その連絡をするわけです。だからその情報公開を取って、そしてそのまとめたものです。これは解説だけですけど、まあ、搬入もあるんですけども、はい、はい、2007年から事故の後も2012年、16年とあるんですね。これだけ止まっていても9月、先ほどお話ししてくださった9月5日のそうだね、やっぱりね、はい、うん、私は今のところ2回ですね、2回ですね、今年、あ、そうです、はい、ありがとうございます。そしてお願いしてもいいですか。はい、放射能から子どもたちと未来を守る会のブースで、福島原発神奈川訴訟を支援する会も一緒に活動紹介してます。いいですか。はい、お願いします。解説お願いします。活動の紹介お願いします。福かなの、どのぐらい喋ってるんですか。好きなだけ、短くても、あ、はい、福島から神奈川に避難してくる方が、まあ、3000人ぐらいはいらっしゃるんですよ。でその中には支援を受けられた方もいるし、受けられない方もいるし、避難指示区域ないと言われる方もいるし、区域から外された方もいるし、そういういろんな方が3000人いらっしゃるんです。3、4000人。で今差し当たりその、一番、自費で、避難指示区域の外から自費で避難している方たちの唯一 の、 その支援である、その公営住宅で入居させてもらってる、それをですね、もう打ち切ると、もう出てくれて、それは、さもなくば福島に帰ると、でそういう状態に今置かれているので、その方たちはこの賠償金もほとんど何もなくて自費で避難している方なので、それはひどすぎると、その方たちはちゃんと福島事故さえなければ、福島でちゃんと自立して立派に生きている方たちが
もう放射能を逃れて逃れて避難してやっと福島、神奈川県に、まあ、定住し、やっと骨を下ろしてきた子供も学校に慣れた、自分の仕事が見つかった、何とかして生きていこうと思った方たちのその住宅を打ち切るわけです。住宅、要するにその人たちが唯一その支援をしてもらっているのは県営住宅か新住宅にただで無料で住んでるってことがもうそれがもう命綱なんですけど、それを打ち切ると、もう出ていけと、出ていくのが嫌なら自分で家賃払って神奈川区のどっかに住めと、そういう状態なので、それじゃ全く何の日もない落ち度もない避難者が、被害者がそういう仕打ちを国や福島県から受けるという、まあ、東電から受けるということ自体はね、全く不合理なことなんです。それに対して抵抗しているというか、判断をしているというか、はい、ごめんなさい、何にされるんですか。ごめんなさい、ピースムーブ横須賀といって、あと横須賀で活動しています。軍事とか基地とか、まあ、過去の問題とか平和の、生中継してます。すいません、今、はい、今してます。ごめんなさいよ、もうちょっと中の方のパネルの説明も、はい、じゃあパネルもお願いしていいですか。それでね、結局ね、はい、実は構造はね、もう本当に同じだと思うんですよ。例えば横須賀だって、みんなが原子力空母のここは嫌だって言ってるのに、それは平気で、まあね、踏みにじられる。それで沖縄もそうですよね、もう戦争のために規制いらないって、なんでそれを踏みにじられる。福島もそうなんですけど、結局放射能の事故から逃げたい、被爆を止めさせたくないという、そういうお母さんたちの思いをまた踏みにじられる。もうなんかね、構造はね、本当に同じだなと思っています。これの説明ですか、はい、これは、福島から神奈川に避難してきて、やっと、まあ、息をついている方たちの福島のご自分の家の状態です。もうこれはもう本当に室内はこのまんまねじめに荒らされ、放射線量が高く、もう部屋の中でも 0.8 マイクロ、もう外に出るともう本当に4マイクロ、5マイクロの、まあ、そういう大きさですね。もうこれ家帰っても住めないんですね。で、この人たち、このお家もそうです。このお家もそうです。で、この方の裏庭なんかはもう4マイクロ住んでると。あ、それで、ここの方の裏の、庭なんかは48未満、ベクレル土壌の放射線の値が42万48万ベクレル、これはマイクロ空間水分、48万ベクレル、土は48万ベクレル、土は空間線量は4マイクロシーベルト、空間線量は4マイクロシーベルト、この方のうちの同じここの下の土は48万ベクレル、そういう、まあ、強い、ところなんですけど、この方も避難指示解除、避難指示が今まで出てたんですけども、解除されるんですよ。もういいよと、もう帰れと、ここの家へ帰れという状態ですね。で、じゃあこういうところ帰れるかって言って帰れないんですよね。で、まあご存知のように、フレコンバッグ、フレコンバッグは永遠と、あります。そういう状態。ありがとうございます。このお宅もそうですね。とてももう本当にね、もうガラスは割られて、部屋の中はもう泥棒も入って、泥棒も入ってるんですね、もちろんね。それで、もう辛いと、この方はもう自分の家を見るのが辛いということで、まあ来られなかった。こういうふうにもガラス壊れて、村田さんですね。これ村田さんのお家なんですよ。え、これ村田さんのお家、家、そう。で、村田さんはここにずっとね、広いね、果樹園があるんですよ。で、それを自分で桃や、なんとか、なんかよくわかりませんけど、ここでその丹精を込めて、その、果樹園にされたんですけど、それももう全部見る、もう見るも無残な状態になってる。で、庭も部屋もこの放射線量が高い。で、土の場合はご存知のように、
1平方メートルあたり2万ベクレルを超えたところにはもう大人も子供も立ち入っちゃいけない。そこで長時間いちゃいけない、飲んだり食べたりしちゃいけない。それが今放射線管理区域2万ベクレルなんですよね。それに対してここの村瀬さんとこのこの裏庭のこれは48万ベクレルもあるんですよ。高すぎますよね。いやでもこれ空間線量もそれは今土のことね、はい、空間線量も、4マイクロシーベルトですから、もう年間20ミリシーベルトは完全にこの数字だと超えちゃうわけですよ。でこれあれですね、リフォームしたばかりだとおしゃれな家は地震の被害は全くないということなので、そうです、放射能の被害がなければ、はい、大丈夫だったはずなのに、原発があるから、そうそうそう、放射能被害があって住めない。で皆さんこうやってちゃんとご自分の家が終わりになって、ちゃんとここで事故がなければしっかり自立して暮らしていける、であのコミュニティもあり自然の恵みを受けて、で土地の文化も豊かで、そういうところでもう生活をされてきたわけですけど、それは全部なくなっちゃう。で今近隣住宅だとか神奈川の仮住まいに住んでて、そこも追い出されるという、そういう状態です。ありがとうございます。ありがとうございます。急に喋れてよかった。私もいやとっても良かったです。ありがとうございます。はい、では放射能から子どもたちと未来を守る会のブース紹介終わります。今年初めてこの会はブースを出されたそうです。あのね、今あそこでね、あの肩に泣いてるやつだから。です。神奈川平和憲法を守る会いい処方です。ピースデポさんですね。ここさっき食べました。市民会見です。企画市民会見で出してきてポサです。